茨城市立多摩島小学校は大阪府茨城市にある公立小学校。明治時代初期に設置された島下郡第3小区第1番島小学校と島下郡第4番目垣小学校、尋常小学校の2校を学校の起源としている。学生発布に伴い、 1873年12月に、当時の島毛郡島村に島毛郡第三小区第一番島小学校が設置された。島小学校より分離する形で、1877年1月には、当時の島下郡折目柿村に島毛郡第三小区第四番目垣小学校が設置された。 島小学校は1889年5月9日に、島毛郡宮島人上小学校に改称した。また、目垣小学校は1893年5月1日に、島、下氷港区井人上小学校に改称している。宮島村と、水喰村は1935年2月11日付で、合併し、玉島村となった。村の合併と同時に、宮島、 未属井の両人城小学校も合併して、三島郡玉島小学校が発足している。1960年代後半以降児童数が増加傾向となり、1969年から1974年にかけて、茨城市立中津小学校、茨城市立東小学校、茨城市立吉原小学校の3小学校を相次いで分離している。ありがとうございます。